こんにちは、ズボラ主婦の食いしん坊チャンネル。私はズボラちゃんです。広島廿日市大橋を越えて美味しいコーヒーが飲みたいが、問題、私はどこに向かっているでしょうか。ドド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 じゃん。正解は廿日市市にあるコトブキヤコーヒーです。ほっと一息つきたい時ってありませんか。おしゃれなカフェも憧れますが、最近はこのお店に落ち着いています。改めまして、ズボラ主婦の食いしん坊チャンネル、ご無沙汰しております。約半年ぶりの動画更新になりました。これからの予定ですが、更新頻度を少し上げていきます。ショート動画も検討していますので、これからもよろしくお願いします。もう少しで夢タウン廿日市が見えてきます。フードコートにはサブウェイが出店していました。中四国地域で初めてのセルフオーダーシステムを導入した店舗です。時々行列ができているのを見かけます。さっさっさささとかき混ぜまして、丸く丸く作りましょう。お好み焼きなら徳川で、友達たくさん作りましょう。徳川の看板を見るとこの歌が頭に浮かぶのは私だけでしょうか。廿日市店は限定メニューがあるようです。牛コーネ焼きなど好きなメニューがあります。そういえば浅南区の富谷毘沙門総本店が休業となったのは残念でした。結構車が出入りしていたのは見ていたんだけどな。こういった場合、撮影した動画を削除するかしないか悩みます。左側に総合スポーツセンターが見えてきました。多目的広場やアリーナの他に温水プールなどあります。今日はここを左折。うちの子は小学生で、少し前から水泳の授業が始まりました。まず地獄のシャワーで涙が出ちゃう。夏休みの子供水泳教室、行くのか行かないのか。夏休みに新しい経験をしてみるのはどうだろう。スシローが見えたら右折。この通りには結び屋があります。いろんな種類のおむすびの他にお弁当やうどんもあります。インスタを見るとうどんだしが美味しいらしいです。おむすび&肉水、とても魅力的な組み合わせ。持ち帰りもできます。実は私もインスタアカウント作成しました。進展があればまたお知らせします。この通りには焼肉屋さんがたくさんあります。皆さんは行きつけの焼肉屋さんありますか。ここを右折。少し進むと右側に韓国料理のお店パンちゃんがあります。どんぶらこう、どんぶらこう、今日はいきなり到着。店内に入りました。お店は想像以上に縦に広い作りになっています。こちらはモーニングのメニューです。11時までのセット、 D セットが気になる。ランチメニューはこちらです。今日は休日、時刻は14時台です。何を注文しようかな。サンドランチは確定。キノコナポリタン&コーヒーゼリー。今日は単品メニューも注文してみよう。単品メニューはこちらです。カツサンドが食べたいな。ハンバーガーはどうかしら。てんてんてん。ホットドッグやフレンチトーストも気になります。キッズプレートもあります。飲み物はこちらです。デザートも充実。スイーツはまだ食べたことがありません。いただきます。こちらは単品メニューのふわふわ卵焼きサンドです。しっとりとした卵焼きが挟まっています。パンの縁に薄く塗られているのはマスタードとケチャップかな。とても美味しかったです。お昼のランチメニューからオムハヤシランチです。サラダ、ランチドリンク、プチデザート付き。子供はオレンジジュースを選びました。オムハヤシはふわふわとろっとした卵との組み合わせ。具材もしっかり入っています。
子供が注文したのですが、ペロリと完食でした。私もオムライスが大好き。家では食べられない特別感があります。一口しか食べれなかったので、次回注文してみよう。子供が残さず、一人前を食べれたことに驚きました。お昼のランチメニューから、サンドランチです。スープ、ミニグラタン、ランチドリンク、プチデザートがついてきます。このセットは時間帯によって欠品することがあります。今日は運が良かったみたい。はち切れんばかりのサンドイッチが食欲をそそります。コーンスープ。ミニグラタンがついてくるのが嬉しいです。具材はエビと鶏肉だった気がします。このセット、私の中で一番の本命です。お席の予約も受けたまわりますが、土日は取れないこともあるようです。卵、スライストマト、ハムが入ったホットサンドです。意外とポロポロせずに食べやすい。この美味しさにはかないませんが、自宅でホットサンドを作るようになりました。こちらは野菜たっぷりのサンドイッチ。レタス、ポテトサラダなど入っています。栄養バランスが良いだけでなく、ボリュームもあります。飲み物はアイスコーヒーにしました。シェーカーを振って泡立てた、ことぶき屋特製のアイスコーヒーです。こちらは単品メニューのことぶき屋バーガーです。店名が入ったハンバーガー。注文しないわけにはいきません。ちょっと大きすぎじゃない。串が刺さっているよ。バーガーのお肉を1枚増やすこともできます。夫は手が汚れることを極端に嫌います。今回はナイフとフォークがあるので手は汚れません。ハンバーガーに高さがあるので半分に切ると自立できません。お肉とソースが美味しいと言っていました。ソースの隠し味はコーヒー。とても美味しかったです。プチデザートもついてきます。プリンとアイスを注文しました。こういう喫茶店が身近にあると、心は少し豊かになる。ここは広島の企業です。応援したいと思いました。ことぶき屋コーヒーさん、ごちそうさまでした。雰囲気が素敵な喫茶店なので少し喋りすぎました。次回は、安佐南区で焼肉を予定しています。最後までご視聴ありがとうございました。